あれ？なんかめっちゃ涼しいんだけど。なにこれ？え？めっちゃここ涼しいんだけど、マイクラの世界入っちゃったってことこれ。え？やだな。もうせっかくだから動画撮るか。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、しーちゃんねると申します。ということで、本日はなんかマイクラフトの世界に入っちゃったな。これどうやって、どうやって出るんだろう。ちょっと水さ、これ、触っていい？うわ、これ、冷た！めちゃくちゃ冷たいんだけど。めっちゃ、綺麗だなぁ。マインクラフトの水。やっぱり自然豊かでめちゃくちゃいいですね。てかこれ、時間進んでるから、夜に備えないといけない。これ死んだら終わりだよな、絶対に。ということで、ちょっと、火切るか。痛い！木切るの？いたこれ素手で、いったこれい、うわぁ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 、え、なんか、木崩れてきたんだけど。は？あ、でも、いっぱい物落ちてる。あ、めっちゃ物落ちてる。ちょっと全部、拾っていくか。よいしょ。よいしょ。あ、リンゴだ。あ、これリンゴ食べれるからね。いいよね。え、なんか、パラパラ落ちてくる。パラパラ落ちてきて、めっちゃ頭にかかるんだけど。まあまあまあ、いいや。よし。じゃあ、作業台作ったから、オフは一旦、置いと。置いてどうすんだ、これ。一応作れるのかな、これ。あ、できた。できた、みんな。あ、あれ？拾っちゃった？ほら、見て。木のつるはしできた。木のつるはしでこれ、一応持つけど、これ、石とかも掘れるんかな？まあ、ただね、この現実世界バグでさ、ちょっと。あ、すいません、ここもリアルなんだ。あ、なるほどね。これ下のさ、部分を壊すと、なんか上の部分でまで壊れるわ。これ現実世界味が高いですね。ちょっと、いらない土は避けといて。あ、いや、石掘れる、石掘れる！あ、すごい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 。石ちょっともらっていくか、ちょっとだけ。でもこれ、めっちゃ疲れる。めちゃくちゃ肩凝るね、これ。マインクラフトの世界の人って力持ちだったりするんかな。これ、洞窟掘れないね、これ。なんか、めっちゃ、雨の音すると思ったら普通に雨降ってんだけど。うわーマジか、ちょっと。やだなー、めっちゃびしょびしょなんだけど、服。服めっちゃびしょびしょだよ、今。みんな見えてないと思うけど。いや、ちょっと嫌だなー。今日のところは雨宿りしますね、ここで。あ、ついでに石炭あるから、石炭も取ろう。石炭硬っ！うわーねー、最悪。あ、でも効果音とかも一応聞こえるんだけど。土で雨宿りも立てていこう。まあ、ここは現実世界味があんまりなくてよかった。嬉しい。ごめんなさい。そういえば作業台あったこと気づかなかった。これ、持っていける？あー、硬い、めちゃくちゃ。痛い。もう、作業台ちょっと忘れてたからね。作業台の残骸あるけど、まあまあいいでしょう。これ、遠くとかは特に何もなさそうですよね。ちょっと、寒い。めっちゃ風邪ひいちゃう。うわぁ、待って。うわぁ、すごい暗くなってきた。うわぁ、ちょっと嫌だなぁ。こっちで、こい、作って。うわ、待って、これ、絶対痛いやんね、ゾンビとかに食らったら。これはさ、現実世界とリンクしてるんか知らないけど、現実世界のゾンビは、当たったら感染するみたいな。待って、暗い、怖。怖っ。あ、でも、松明、一応明るいね。暗いなぁ、松明、やっぱり。全然。軽くない。あ！ゾンビいる！マジか。ちょっと、この辺のゾンビ駆逐していかないとな。え、てか、お腹もめちゃくちゃ空いた。ゾンビいる。投げるぞ！いいのか？あー、怖い！あ、落ちてた。わからん。あー、痛い！あ、やばい！めちゃくちゃピンチ。あ、やだ！待って、大ピンチ。待って、痛いし、しかも、めちゃくちゃ痛い。なんていうか、今、お腹空いてないからいいけど、ちょっと、剣構えて、よし。さすがに、殴りじゃ。もう痛いな、マジで。血は出てないな、まだ。全然、生き残るにはまだ大丈夫だけど。ちょっと暗いな、しかも。待って、弓？やばい、ちょっと、スケルトン、走るか。よいしょ。
やばいやばい。もう大丈夫かな。なんだ。うわやばいやばいやばい。めっちゃるめっちゃるめっちゃる。戦わないといけないよな絶対。どこだ。あ、いるいるいる。待って、この弓を受けて。あ、まずい。待って、クリボーもいる。やだやだ。やばい。痛い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 。死ぬ死ぬ死ぬ。マジ、俺視点しか見えないけど、今めちゃくちゃ体力少ないです。ちょっと、もう、イモルはここ。じゃあちょっと泣きなしの、この、昼取ってきた、このね、リンゴ。あ、地面置いちゃった。汚い。このリンゴを食べていこうと思います。いや、ちょっと待って、マイクラのリンゴと違ってさ、これ。やばいな、これ。買って、このリンゴ。全然美味しくねえし。なんか落としたよね。エンダーマンの音？ん？あ、明るくなってきた。やばいやばいやばい。あ、朝だ。わあ、ずっと雨降ってるけど。早朝すぎて。ちょっと待て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 。もうごめんごめん、許してくれ。頼む。もう許してくれ。痛い痛い。サボテン痛。うわ、でもこの水の中入るのも、もう寒いしな。もう今びしょ濡れだし、雨で。ああ、早く帰りたいよ。ボートできました。いいね。このボートで、あっちの向こう岸まで渡ろうかな。よいしょ。ああ、これ、あ、めっちゃ進むの早いけど。めっちゃ進むの早い。なんか、現実の世界のボートと違って。めちゃくちゃ進むの早い、これ。でもこれ、まあ、これいいことにちょっと、他の村とかも行ってみたいんだけど。ああ、もう帰りたいよ。待って、帰るんだこれ。待って、羊。うわ、羊。はい、待って、草も。待って、上陸。水濡れたくない、水濡れたくない。お、よしよしよし。ちょっと羊ごめん、俺の肉になってくれ。ほら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 。あ、ごめん、もうなんか、あー、ごめん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 。おい、羊。肉だ。生肉は食えんな。ごめんな、羊。待って、今素手で殴ってたけど、剣あるわ俺。そういえばミスった。剣で倒せばよかった。ちょっともうボート置いてきちゃった。ボート持ち運ぶのも辛いもんな。ちょっと水の中入る。これいくよ。ほっ、すごいな。いや、でもなんか、あ、マイクロの水の中って一応喋れるには喋れるけど、だんだん酸素きつくなってくる。魚ちょうだい、魚ちょうだい。魚はなんか抵抗ないわ。死ぬ死ぬ。もうびしょ濡れだけど、もう一回潜るわ。いくよ。魚、はい、もう一度。よし、魚もうゲット。マインクラフトの世界では俺泳ぎめちゃくちゃ上手だわ。現実世界は俺クロールと平泳ぎしかできないけど。全然上手になった。うわ、お腹すいたけど、この生鮭食ってみる？食ってみるわ。うわー、まあ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 、刺身と思えば。味ついてないけど、醤油ないかな、この辺に。醤油ないんだ。うわー、鶏もちょっと。ごめん。命に感謝して。ごめんな。ごめんな、鶏、マジで。あ、でも血が出ないだけ、血が出ないだけちょっと嬉しいかも。ごめんごめんごめん、逃げないでそんなに。よいしょ。あ、ごめんごめんごめん。何これ。うわ、洞窟の水だ。ちょっと触ってみに。汚ったな、この水。やば、まあ、綺麗な水ばっかじゃないよね。洞窟の 水たまりちょっと汚いな。もう大変すぎる。もうお腹も空いたし、なかなかいい食料も出ないし、楽しいことばっかじゃないな、マインクラフトの現実世界は。あ、待って、ココアじゃないこれ。ココアって、あ、うわー、いやいやいや、違う、カカオ豆だ。うわ、カカオ豆はチョコレートにはなるけど、チョコレートにする技術ないな。あ、待って、日向だ。お、すげえ。あ、めっちゃあったかい、ここ。めっちゃあったかい。スイカある、スイカある。待って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 。やばいやばい、スイカは激アツだ。ちょっとスイカも取っとこう。
今この野生に入ってるスイカ食べたくないので、あ、ちょっと待って、ここで日向ぼっこするか。あーもう疲れたよ、帰りたい。ただちょっとジャングルすぎて動物に襲われないか心配だな。なんかあの僕裸足だしね、あとあとね、みんな知らないと思うけど僕裸足で今やってるんですよ。だからちょっと、いやでも日向が嬉しいな。ちょっと服もいっぱい乾かしたね、ここで。あ、お花だ。あ、待って、やっとやっと出れた。うわー、なんか、うわー、ここ拠点かな、もう今日から。うわ、ただもう一回水に入らないといけないか。ちょっとさっき服乾かしたばっかだけど、もういいや、いけ。冷たくて気持ちいい、ひんやりしてる。あ、イカだ、こんにちは。うわ、あ、待って、酸欠になりそう。あ、ベタだ。あ、でもそんなに倒さなくても、もういろんな食料が手に入ったんで。ミツバチはちょっと、蜂は苦手、蜂は苦手です。あ、待って、なんかなんかない、あそこに。え、神殿かな。ちょっとおかしい、人工物がある。あれ、誰が作ったものなんだろう。待って、ここにもある。何これ、あ、金ブロックある、金ブロックある。え、待って、あれ、ラッキーブロックじゃない、マジで。何、ラッキーブロック、やってみていい。ちょっと死んだらあれだけど、ラッキーブロックあんのか。え、じゃあいくよ、これしかないよね。いきます、離れて壊します。はい、え、何も起きなかった。いや、なんか時計がある、すげえ。なんかこの時計は何の時計か分かんないけど、なんか使えそうだな、このラッキーブロックで手に入った時計を。いや、それにしても俺しかいないからさ、このワールドに。なんかめちゃくちゃ気持ちいいんだよね、涼しいし。マイクロの世界も悪くないかもな、素敵で、ここ。